皆さんこんにちはプロゴルファーの高嶋さゆりです初心者の方に向けた打ち方など、えー、細かくレッスンしていきたいと思っておりますゴルフを長く楽しんでいらっしゃる方も今一度ちょっと基本に立ち戻れるようなレッスンになっておりますのでぜひご覧くださいまず一番大事なグリップですこのクラブフェースヘッドをまっすぐになるようにした状態で真下に来る部分ここにまず左手の 中指と薬指の第二関節を、その裏側から、こう沿わせていきます。左手の人差し指の第一関節から、小指の付け根にかけて。斜めに、こう握れるようにしていきます。ここから、握り込んでいきます。この時に、手のひらで、握ろうとせず。指側で、まずは、グリップをしっかり握ってあげます。指側で握ると、ここが空いていても、まずしっかり持てることを確認してください。で。 親指は軽く添えるだけですここでしっかり持てていれば親指はそんなにギュッと握り込まなくて大丈夫です左手がしっかり握り込めたら次、右手も同じようにこの中指と薬指の第二関節を同じように添わせてきますそうすると左手の人差し指と右手がぴったりくっつくように降りてくると思いますでここから小指は 左手の人差し指と中指の間にこう乗せるだけオーバーラッピングと言いますあるいは左手の人差し指と右手の小指をこのようにクロスさせて絡めている状態がインターロッキングと言いますお好きな方で大丈夫です右手をこのように沿わせてきて置いたらこの右手の生命線親指がこういう風うに曲がり 込んでくるところですね。ここが左手の親指と重なるように、この生命線で左手の親指を包み込んであげるように握ります。でですね、グリップを握る強さに関してなんですが、このように指で握ってここで支えたときに、クラブを支えられる強さ、力。この力だけでいいです。グリップは右手は常に添えてるだけぐらいの力感で、はい。これでグリップはひとまず。 完成です全体的な構えアドレスについて大事なことはこのクラブの形に自分が合わせていかなきゃいけないんですねもうボールは止まってて変わりようがないのでここにまずクラブをしっかり合わせていきます自分の体はまず足を揃えた状態でこのフェースのこの先の部分この線のラインにまっすぐがセンターですよくボールに構える方がいるんですけど ボールではなく、この線の延長線上、この部分をセンターにまず足を揃えて立っておいてください。はいでまずはクラブをそこに合わせます。でこの状態で、えー、グリップを決めていくんですが、チェックポイントは、このクラブをしっかり置いた状態で、自分の肩からまっすぐ腕が下りてるか、でスタンスを取った時に、母子球にしっかり重心が乗ってるか、 でここのグリップエンドから、えー、自分の体が、えー、拳1個半から2個ぐらいの間隔がしっかり取れているかこの4つの点がしっかりクリアされているかどうかで、えー、自分のアドレスをちょっと確認してみてくださいちょっとざっくり説明しちゃったんで分かりづらいかもしれないですがまずはクラブをしっかりまっすぐ構えておくことこれが重要ですこののクラブの角度に合わせて 自分の肩から左腕がまっすぐ降りて構えられるところにまず腕を持ってきます左肩まっすぐこの時ススタンスはここでで広げて大丈夫ですすごく重要なのが母子球あたりちょっと前重心に体重がかかっていることがすごく重要ですでかつこのグリップエンドから、えー、拳が1.5個か2個ぐらい。 自分のこの体からこのぐらいのスペースがある位置が理想のアドレスの位置になります胸はしっかり張りましょうこの頭の上からお尻の先までがなるべくまっすぐのラインになるように構えてください鼻の位置は動かないように鼻の位置とこのフェース面のところこの位置が中心が合ってるのが理想だと思ってみてください グリップアドレスできるようになりましたら早速打っていきましょうということでバックスイングからお話し,していいいきたいなと思います気をつけたいのは左腕このように棒を置きますで構えた状態でこの棒あるいはこのスタンスのラインに平行に左腕が自分から見てなるように上げていきます。体はは回転しながら左腕はその棒と同じ方向に 上がっていくようにそれ以上自分の,そのこのラインよりも手が内側に入っていかないように左腕をまっすぐそうすると余裕が出てきたらチャレンジしていただきたいんですがこの線に合わせて左,左腕をまっすぐ上げていったらその上げていきながら左腕も同時に、えー、回していきましょう。このように腕を 回すす動ききが入ってきますこれは手首がこのように折れるというよりかは肩からこのグリップの方にかけて腕がぐるっと回ります左腕をまっすぐ上げていきながら腕を回していきましょう。そうするとクラブが 自分の腕はすごい縦に動いてる気がするのにクラブヘッドの軌道はしっかりスイングプレーン上に上がっていってくれます左腕だけとりあえず気にして練習していきましょうダウンスイングからフォロースルーにかけての話をしていきたいなと思いますまずは回転はあまり意識しなくていいです 腕が曲がらないでひが曲がらないでそのまっすぐ上げていった時に肩が自然と回ってくるので体も回転してきます。でそのもう回転してる状態なのでそこから体はあまり回さないでそのままクラブヘッドをここにストンと戻してくるあるいは落としてくるような感覚でここまで戻してきたらそこから右腕逆バージョンですね。 フォロースルーで右腕はこの下に置いてあるこの棒に平行になるようにそのラインに上がっていくように振っていきます。こっち側で左腕を気をつけたら下ろしてきてそこからフォロースルーがしっかりその腕がこっち側に引いたりとかしないようにまっすぐ出していくことによって自然とフェースローテーションも入っていきます。 自分で、えー、フェース面を返そうとしたりする動きが一番ゴルフにとっては良くない動きなので、えー、この腕の通り道さえしっかりなっていると、えー、あまり自分でこう手に力を入れる必要がなくても、えー、飛びやすいと思いますので是非、えー、その点をちょっと注意して練習してみてください。